はい、皆さんこんにちは。これエアサスですね。エアサスの取り付け企画やってました。で、この車両、完成です、ね。これもボディ加工一切やっておりません。ね、やってなくてここまで落ちます。もうかっこいいですね。ね、ちょっともうフェンダーに乗っかってる感じなんで、あの後ろの方がね、これもう乗ってる感じなんですよね。これ全部揺らしてももうガチガチですもんね。まあ、こんだけまあ寝ててるんで、どうしてもフェンダーには乗っかります。ここまで今これが、無加工でやったエアサス取り付けをやって、この低さまで落ちます。まあいろいろね、加工いろいろやったらまだもっと落ちるんですけど、まあでもこれでも十分、もうフェンダーに乗ってますね。まあ特に5インチ以上は落ちてるんかなっていう感じで、でちょっと一回エンジンかけてください。はい、ちょっと今待ってって言われたんで待ちます。なぜね、もういろいろこれ毎日のようにやってます、ね、エアサスの方で、これ一回、エンジンかけてもらいましょう。で、エンジンかけてください。で、これがコントローラーになります。ちょっとこっちに手伝ってもらっていいですかね。これコントローラーになります。いや、まあ取りましょうか。で、コントローラーになります。で、これ前の方ちょっと上げます。上げます。上げますよ。こんな感じで。かなり上がりました。ストローク15センチぐらいはあるんですけど、まあちょっとエアサスなんで、タンクの量とかも、あのタンクに入ってる空気の量もちょっと変わるんですけど、まあ10センチぐらいは軽く上がります。で、後ろの方を見てください。まあ、これも、ね、こんだけ上がります。こんだけ上がります。まあ一発で、まあなかなかね、エアサスさんで、ね、あのエアが溜まってなかったら一発でちょっと上がりにくいんですけど、まあ軽く10センチぐらいは上がる。ここ上がります。で、走行なんですけど、走行にします。走行今こんな感じですね。で、これで走行ちょっと今からね、走行してみますんで、じゃあ早速行ってみましょう。はい、それでは、走行ですね。エアサスの走行テストをいきます。で、これもう前見てわかるんですけど、これ3インチでもね、普通に降りれません。3インチローダウンでも。でもまあエアサス、このエアサスつけたらもう有効ストロークがね15センチあるんでね、もう全然降りれます。まあそれでもちょっとだんじりで降りるんですね。まあ普通に降りれます。で、まあ降りたら、これで今上がってる状態なんで、走行ですね、走行モードの足の高さにします。で、これが今走行状態ですね。これで今、走ってみましょう。まあ、今はもう出だしなんですけど、スムーズです。もう硬くもなく柔らかくもなくっていう感じで、ね、すごくね乗り心地いいというか、結構ねやっぱりまだ未だに問い合わせ来るんですよ。エアサス乗り心地悪いんじゃないですかみたいなね、うん、もう全然そんなことないです。で、壊れないですか、まあ壊れることはあります。もちろんね、外品での足回りにするんで壊れることもありますけど、まあうちではもう100台ぐらいエアサスの方やらせてもらってるんですけどね、ほぼほぼね、もうどうでしょう、100台中どうでしょうね、 2,3 台ってとこじゃないですかね、そういう不具合が。ただ不具合ある車両に関してはね、それなりのやっぱり理由がありますね。しっかりメンテナンスして通常ね、正しいね、使い方乗り方してもらったら全然
保証しませんから。でこんな感じですね、まあ、変なバウンドもすることなくね、かなり快適ですね。まあよくねエアザつけてなんかよくね、まあまあなんかエアザじゃないんですけど足回りとかのメーカーさんとかいろいろいますけど、やってる人らがね足回りの神やとか言うてやってる人がおるんですけど、なんかもう乗用車やってるとか言うんですけど乗用車にはなりません。ハイエースなんでね、貨物ですよね、もともとだからそれなりのやっぱり乗り心地でね、しっかり、ただ変なバウンドとかそういうのはないですね。こんな走る止まるね曲がるって全然問題ない、こんな感じで。これからちょっとねちょっと路面が悪いねところあるんで、そこ行ってバウンド具合とか見てね、ヒットしないかね、ボディタッチしないかとかそういうのもチェックしていきます。はい、でここはもうね地元でも結構もう道が悪いっていうところです。ボヨン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 かな。まあ全然これね、ちなみに法定速度守ってこう言ってるんですけど全然問題なく、まあ、道悪いですよね、全然変なバウンドもないですね。これ引き続きちょっと行ってみましょう。でこれ踏切なんですけど、踏切ってもうねどこでもそうなんですけど、もうボコボコしますよね、全然問題なくスムーズに通過しました。でここものすごく悪いんですよ道、結構なんていうんですかね、舗装されてないっていうんですか、ちょっとくぼみみたいなのがねいっぱいあるんですけど、全然問題なく行ってます。ね、快適です。で、この後ちょっとね、高速テストやってみます、ね、高速テストやってみて、高速道路でも、ちょっとチェックしてみて、それで大丈夫でしたらもうあとはまた、工場に帰ってね、足回りのチェックっていう、ね、でもう完全にラッシュ目の等をチェックさせてもらって、もうお客さんに渡すという形になります。はい、で今から、高速のテストやります、ね、今で今、100キロほどで出るんですけど全然問題ないです。この輪立ちもね、次目のもうスムーズ、全然問題ないです後続の方も、まあ、安心してね、どれどれ、あとチェックね、あと足回りのマシン入れとかそういうエアバッグですかねのチェックして、干渉とかないとかね、そういうのをチェックして、でもう最終納車っていう形になります。でこれで、試乗の方ですね、テストの方終わりということで、完璧。まあ、引き続きこうやってね、繰り返しちょっと走行テストをやってるんですけど、ね、全く問題ないですね。なんかハイエース走ってる。全然ね快適です。で、これで、まあ、あとはもう、チェックですね、チェックの方と、あと掃除の方をやって納車っていう形になります。でこんな感じでね、エアザス取り付け、一応初日からずっと追っかけて約ね、まあ、ちょっとね間ちょこちょこちょっとやっぱり他のねお仕事もあるんでね、やりながらでやってますけど、まあ実質3日ですね、一応3日でやりました、でチェックとそういう調整とかそんなのあるんですけど、それ入れて調整等を入れて、まあ約4日っていうね、の工程で
やってもう完璧に仕上げましたね。でこんな感じで、カスタムクラック、これオリジナルのねエアサス、まあ足回りのねフロントとかエアバッグに関してはユニバーサルエアの商品を使わせてもらってます。であとは、自社でねブラケットとかそういう細かいものになるんですけどね、自社のオリジナルになります。で、こうでかなりもうねおすすめもできます。これはもうで数もね限りあるんですけどね、今ねいろいろまあ他のメーカーさんとかにもちょっとねお願いして、今極力ちょっとね低価格でね提供できるように、今も実際低価格です、ね、多分こんだけいい品物がね60万でね言うたら販売してますんでね、はい、ね、これもぜひねおすすめなんで、ね、皆さんねご検討よろしくお願いします。もうないっすよ、もう全国探してもこんだけ安いね優しいと、もうしかもしっかりしてます。でたまになんかね安いのあります、なんかもうまあまあどうなんすかね、そのよくわかんないですけど、もうしっかりしないものはもうつけない方がいいと思いますよ、うん、ね、でストロークもしっかり取れますんで ねここまでねストローク取れるエアサスもねなかなかないと思います。でまあね、まあ一応そのほらハイドロっていうのもあるんですよね、ハイドロエアサスどっちがいいやっていう、まあ実際ではどっちがいいかっていうの僕もねはっきりわかんないですけど、ただいろんなメーカーさん今ありますよね、トヨタとかホンダとかね、三菱とかマツダとかいっぱいあるんですけどね、エアサス車はあってもハイドロ車はありません。まあトラックでもそうですよ、トラックのエアサス車はいっぱいあります、でもハイドロ車ってありますか？ないです。それが答えなんじゃないですかね、僕はそう思いますね。ぜひね全国の皆様ね、こんないい、ね、ハイエースの、ね、エアサスね、これも大きくねやっていきますんでね、全国展開していきますんでね、全国もうどこでもつけれるようにねしていきますんでね、エアサスをね、でしかも 低予算でもう低価格で提供していきますんでよろしくお願いしますね。快適です、はい。でもあ最後カスタムクラブの入り口の勾配あるんですけどね、そこをね入りますんでね、もう素晴らしいですよ、もうこれつけたらもう二度と手放せないと思います。もう手放す人の気持ちがもうちょっと分かりません、快適すぎて、ね、ちょっと最初またちょっと後で勾配きついとこ行きますんで、はい。でカスタムクラブの、この入り口ですね、もうかなり勾配あります、きついです。3インチでもきついです、かなり勾配あるんで、でもこのエアサスつけてたらもう問題ないです、ね、スムーズにこうやって上がることができます。はい、着きました。ということで結論から言うたらもう完璧ですね。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。